お疲れ様です。社長お疲れ様です。お、どうか真面目やね。いや燃えてます。なんでさっきもボコられたんで。ボコられた。逆に燃えたんじゃ。なんか気づきはあった。やって気づき、ちょっとビビりすぎてますね。見た自分で動画を。でも思った以上には頭振り取った気がします。そうやな、うん、自分が思った以上に振れちゃったな。ただ全然攻めれてなかった。そう手数が見た。動画見たね。あんな感じなんよ。もう一歩踏み込めてなかったね。全然ダメです ね、 ね、まあ、でも合格点よ。あれは初めてにしたら形が崩れてないもん。スパしたんですよ。タクトと左手一本です。タクト左手一本。それでもやっぱり左手でも大会ボコられるけね。初めてのスパーっていうのは。まあ俺は合格点やったと思う。うん、いつかは左手勝てるようになってます。いつかはな。体格差があるけな。でも勝てるよ。やれば勝てる。前の練習を一歩踏み込むには相手の攻撃で一歩下がるっていう。今日は3年ぶりですか。3年ぶりなんじゃ。市川君筋肉マンやったらね、それだけは覚えちゃう。体が、ね、ニックネームが何やったか覚えてない。ストーカー市川やった。初めて来ました。違うかいね。何やったかいな、思い出せんな。お久しぶりです。沼次郎さん。沼次郎さん見てますか。見てるんですよ。見てます。やめて、やめてください。放送できなくします、ね、やめてください。座敷さん絶好調ですね。 YouTube がねすごい伸びたですね。でも今伸びが少なくなってしまった。そうですか。びっくりした。僕見たらうわーと思って。あと140人。140すぐじゃないですか。いや止まってしまうだけ。いやそんなことはない。日頃の行い代わりに止まってしまいました。皆さんよろしく。そんなこと。スパ歴1回の方がいいです。ダメです。雑誌さんいじめる気。いやいや、あの若手殺しが来たよ。雑誌さん出張覚えてるやろ。雑誌さんは嫌な先輩よね。あれね、みんなの首を摘んでいく人やけ。あの人ね、本当に嫌な人やけね、気をつけてください。ジジイと言いながらね、若手の首を刈っていくけね。ボコボコにやられてましたね。じゃろ。そうなんYeah.
大事に、らしきさんの大事な今夜も夜勤があるみたい。ちょっと悪かったけどな。やるとパターン変えた方が。